ショルダーストラップで腰に下げたハバーサックを持つ第二次世界大戦時代のアメリカ軍不評。ハバーザック、またはハバーサックは肩掛けカバンの一種。雑納。バックパックに似ているが肩紐が一本であるのが特徴。スモールパックとも。特に軍隊で使用されるハバーサックは一般的に一辺が約12インチの正方形でフラップをボタンで閉じることができるもの。 空のバッグは三つに折りたたむことができ、バッグの背面にあるボタンで固定できる。きちんと折りたたまれ、ベルトで横向きに放置されたハバーサックは、イギリス軍の多くの連隊で軍服の一部とされた。ハバーサックの語源は、英語のオートザックを意味するドイツ語のハファーサック、あるいはハバーザックとされる。この語は、17世紀に英語とフランス語として、騎兵隊で使われていた。 ハバーという語は、北方英語とスコットランド語でも、大つむ紬を指す。オーストラリアや、その他の地域で、ハバーサックはリュックサック、または、他の同様の用語と同義であり、任意のバックパック、または、複数のバックパックを表すために用いられる。フル装備の M-1928 不評用、ハバーサックを身につけたアメリカヘイグラント将軍の回想録で述べられているように、 南北戦争の間、このハバーサックが使用されていた。船で運ばれた物資に加えて、弾薬箱に40発の弾薬を入れ、ハバーサックに4日分の食料を入れていた。1910年、アメリカ陸軍は、すべての不評の標準傾向品として M-1910 ハバーサックを採用した。これは、一般的な体型上ではなく、 中身を包んで折りたたむキャンバス製のシート形状で、ループに通して調整可能なストラップでまとめられている。パックの底部に設置されたレザーストラップは、軍の正式テントをくくりつけるためのもので、パッキングされた中身を乱すことなく、ハバーアッザックから取り外すことができる。ショルダーストラップ2本と、それらとは別に設けられたリアストラップ1本は腰に巻いた。 弾薬体と連結することで弾薬体を支えるサスペンダーとして機能するよう設計されている。パックの外側には銃剣の鞘を取り付けるためのグロメット、反合用のポーチ、および短い柄の残酷掘り用シャベルに用いるキャンバス製のキャリアが設置されている。M-1910 ハバーサックは2度の世界大戦の間、わずかな変更が加えられたのみで生産が続けられた。 1928年によりアップグレードされたハバーサックが開発され、クイックリリース式のバックルとウェブストラップ、小型のポーチ、金属ボタンの代わりにバックル式の留め具が採用された。しかし、新しい M-1928 ハバーサックは1940年まで生産がされず、在庫がなくなるまで古いハバーサックが出荷され続けた。 M-1936 フィールドバッグは第一次世界大戦でイギリス軍の将校と騎兵に支給されていたミューゼットバッグのコピーである。これはショルダーストラップのない小さなバッグでウェブサスペンダーに取り付けることも汎用ショルダーストラップを取り付けて使用することもできた。レーション、メスキット、その他の必需品を運ぶことを目的としており重要性の低い道具類が 車両に搭載されるようになったため、サイズとしては小さくなった。M-1944 コンバットパックは、熱帯での活動においてより軽いパックが必要とされたバナナ戦争の間に、これまでのものより、はるかに軽量で使いやすい、アメリカ海兵隊の M-1941 ジャングルパックをもとに開発された。 しかし、M-1944 にはいくつかの欠点があり、1945年2月から新たに M-1945 が使用され始めた。この2種にはリリースバックルが異なっているため互換性のないコンバットパックとカーゴパックがあった。アメリカ海兵隊は2度の世界大戦において、ハバーサック M-1910 を使用していたが、バナナ戦争における、 熱帯地方でのジャングル船では大きすぎるとされ、1941年に独自の専用パックシステムとして、より用途の広い2室構成の M-1941 ジャングルパックが開発された。これは上部のマーチングパックと下部のナップサックで構成されていた。マーチングパックの外側には、銃剣、シャベル、寝袋、追加の水筒、 救急ポーチを取り付けるためのループとグロメットがあり、高褐色、またはカーキ色のキャンバス地で作られていた。M-1941 ジャングルパックは、これまでより、はるかに小さいフィールドパックと、底部に取り付けられた、追加の衣服、靴、その他のアイテム用のカーゴバッグを合わせた2室型のデザインを採用した。上部のフィールドパックには、 銃剣と残酷掘り用のシャベルなどを取り付けるために M-1928 と同タイプのグロメットとループに加えて寝袋を固定するためのバテーケーストラップが設けられた。ありがとうございます。